援助依頼だから早く行こう。はい、何も書いてんから何も喋られへん。ええー、そう見てるだけ何にも書いてへん。早く早く、はい、まあ、ちょっと最初復習ですけども、かぶるかも分かりませんけど、もう一度ちょっと、受信料がエンドユーザーの、まあ、こう希望にかなうもんやと。いや違う違うだから、はい、もう国お金ないわけよ。ああ、わかる、うん、で あれ知ってるでしょ。いつからや、来年、今2021やから2023年からか2022年からか、ちょっとよくわからない、うん、覚えてないけど、70歳以上のほら高齢者2割負担になるとか、はいはいはい、増えてきましたね。ちょっとあるわな、だから、はい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 、所得制限あるけど、うん、ちょっと俺忘れたけど、はい、年収200万以下か300万以下かちょっと忘れたわ、うん、以下は、あ、ごめんなさい、200万か300万忘れた、以上の所帯の70歳以上の高齢者に関しては、2割負担、窓口負担で2割になりますよと言ってるわけですよ。もうじわ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 、ほんでこの間の話でやったけど、社会保険料、厚生年金も言ったでしょ、むちゃくちゃ高いでしょと。で、知らん間にまだ高齢、この腹上がるんですよ、この3月4月 ね、微妙にね、もう微妙に上がってるんですよ。要は知らん間に上がってきてるでしょ、ずっとなんかじゃん、気ぃついたら上がってるみたいな感じで、だからこれ続くわけですよ、永遠と。で、まあ、社会福祉、ね、医療に関してはもうお金ないんですと、国は。負担できませんと。ね、あの現役世代が負担した保険料でもう賄えませんとなってる、くるわけですよ、当然。じゃあどうすんのっていう話、まだどう、そこが基本のところでしょ、違う、はね、はい、いよいよ高騰してきてると。いや、もう賄えないのよ、まあ、国は、まあ、もうてめえでやれと。で、まだ話全然、毎回のあんたちゃんと話決めてきてくれんか、毎回話がずれるんやけど、俺の話はまた今日もまた違う話じゃないけど、今の総理大臣誰ですか、日本の今そうそう、そうちゃん、え、総理大臣な菅さん、菅さんじゃないの、菅さんって言うのそうだって、まあ、菅さんか俺菅さんや、元前はで、それでね、まあ、あの人が実際問題どうなんか俺知らんけど、ただ動きとして見えるのはね、うん、あの竹中さんとかでしょ、竹中、はいはいはい、あの人なんか側近でしょ、多分菅さんの。そうですね、まあ、あの安倍さんの側近やから、ね、要はもうご意見番みたいなもんですわ、はい、ね、ご意見番というか、これからの日本はこういうふうに作っていこう、ね、まあまあ、そういう人たちが側近おるわけですよ、はい、でね、僕の考えなんで、これ正しいか正しくないか別置いといて、うん、あなたの質問に対してちょっと話が毎回遠回りせんと、うん、ね、いかんから、うん、まずお国にお金がないと、うん、で、要はじゃあ、国はどうしようと思ってるかって言ったら、今少しずつあの話題出てるでしょ、あれベーシックインカムか、ベーシックインカム、はいはい、ね、ベーシックインカムっていうのがあって、はい、実験やってると、まあ、東欧の方とかね、うん、ヨーロッパのちょっと、北欧ね、カナダもね、北欧やってます。で、実験やな、まだ、で、実際問題、これ多分導入するとどうなるかっていうと、年金なくなるわけですよ、もう、うん、いいですかね、年金なくなる、うん、で、社会福祉の一部である社会、医療、うん、ね、うん、ここもどうなるかわからん、まだこれも、まあ、ちょっとわからんけど、うん、要は年金はもうなくなりますと、で、生活保護、うん、ここもなくなりますよと、ええかな、うん、で、例えば4人所帯、子供、うん、お父さんお母さんで子供2人おったら、まあ、例えば7万円やったら728円、28万円の支給になるわけですよ、うん、でこの土台のベースがあって、あとはもう自分でやれと、うん、いうふうな方向に流れがなると、じゃあどうなっていくかっていうと、もうやっぱりな、うん、要はね、平等、何が平等なんて言ったら、ベーシックインカムっていうのは、僕はものすごく平等やと思うよ。お金持ちも貧乏な人もみんな一律に同じだけ払うと、だからあとは自分らでやれと、うん、知らんと思う、うん、まあ、ある意味共産権みたいな感じですよ。でも、うん、共産権だ、何でやん、ベーシックインカムで、まあ、みんな共同というイメージですわね。いや、違うんですよ、そうじゃなしに、うん、今年金支払ってるでしょ、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんに、はいはい、ね、今までかけて年金支払ってるでしょ、うん、その年金のボリュームより一人に一律7万円配った方が安くつくわけですよ、社会福祉のことを考えていくと、うん、削れるものを削りたいわけですよ、うん、ね、うん、削れるものを削って一律そういうふうにやった方が合理的は合理的な、ある意味な、
セーフティーネットの部分もそこですよと。ただじゃあ生活保護の人ね、今生活保護で俺ど生活保護の仕組みがよく分からんけど、おそらく12、3万もらってる人もおると思うわ。高かったら13、4万とかね、ね、はいはい、1ヶ月にね、給付金がね、はい、生活保護の。でもその半分になるわけですよ、ベーシックインカムなんかになってくると。まあ年金もね、確かにね、今15、6万もらってますからね。話がまあまたぶちゃぶちゃになってるけど、結局はもう無理なんですと、もう前から何回も言ってるでしょ。もう無理なんです、社会福祉はそもそもが、うん、無理があるんですよ、ね、で、うん、その準備をてめえでしていきましょうよという話をしてるわけですよ、うん、今までは保険制度っていうのがしっかりしてて、それで、ね、お医者さんも経営も安定だったんだけども、医療機関も経営安定してたんだけども、うん、今はもう違いますと、うん、もう無理なんですと、この先はと、うんうん、で、やはりこの間がんの話したけども、うん、患者さんのお客さんの患者さんというか、うん、のニーズっていうのもやっぱりかなりね、うん、広がってくる、いろんな分野、うん、要は副作用のないもので治療していきたいとか、ね、変わっていくわけですよ、ニーズが。それを捉えていかないとダメっていうこと、それとプラスこの間も全く同じこと言うけど、外国人がコロナ終わったらどさっと来るんで、これは観光客はもちろんだけども、日本に、住んでね、うん、就労、うん、ね、する人も出てくるわけですよ、うん、東南アジアのとこたくさん、うん、そうでしょ、はい、うん、そうでしょ、はい、だからその人たちも単なる労働者の人もおるだろうけども、お金持ちの中国人あるいはインドネシア人が移住してくることも考えられるわけですよ、うん、日本のような安全な国っていうのは、うん、だその人たち に医療提供してもいいわけだから、うん、まあ自分の健康、そういう病気はもう自分でもう考えろと、うん、そう、もう当然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 、もう自立性やと。え、自立、自立もう一番やな、自立性やっていうのはそこが一番正しいと思うわ、うん、うんうん、もう何でもかんでも何でもかんでも国に頼るなと、ね、じゃなくてね、あ、もうそもそもが、うん、もう自分で考えて自分でやれと、うん、国はそうしたいはずなんよ、うん、そうやね、面倒見てられんと、お前らみんなまで、うん、もうそう思いますよ、それは、うん、だから自立性と、だからもうそういう意味でも保険なんか勝手に使ってというかね、うん、使ってもう必要な、ないものまでね、うん、医者に行ってその医療費払って、それは高くなりますわね、うん、なるほど、自分でやろうと思ったら考えるし、自分の、まあ、自分でチェックするだろうしね、なんか、うん、だからそういう時代に絶対なる、うん、まあそれはそうです、ね、自分の健康は自分で管理しろと、うん、じゃなかったらダメですよという時代になると思うわ、うん、なるほど、うん、もうそれはもう間違いない。ただ僕は、ま、この間前も言ったけど20年近くかかると思う。20年まだかかると思う、やっぱりそれぐらいはかかると思うけど、でももうその波は来てるよ、じわ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 、なんかそんなような気がする、まあ、そうやね、うん、そういうの持たないよね、うん、そうやっていかないと、うん、でまあ今回のそのコロナ1年続いてね、まあ1年、この1年間でもう給付金から補助金からガンバカバンバカ巻いたわけですよ、ね、融資に関しても金利補填してね、国がやってるわけですよ、これいつ回収しに行かなあかんので、国は、まあこれ税金も上げていかなあかんし、もう予算ほんまカツカツになってくると思うわ、やっぱりな、全然話が違う方向っていうか、医療法人、いいです、何の話は医療法人、いいで、まずまあいいですよ、OK です、それでもうやめんで、僕これでこれもうやめんで、今でもう10分ぐらいだ、はい、そうです、はい、何をちゃんと次まとめといてや、もうまあわけわからん、まあ、お前これ準備 OK はい、まあまあ1回目、今日の1回目なんかぐちゃぐちゃやんか、いやいや、もっともやん了解です、だからもう自分で自分の体を管理しろと、それぐらいのことは、で自立せえと、まあ時代流れ的にね、今まあ自分がんとかね、うん、ある程度自分でもね、うん、判断できるツールというね、出てくると思うんですよ、うん、そういう情報取れるし、それに合った、まあ、医療というかね、うん、そういうのが必要だと、うん、いうことですかね。OK、終わりもこれで、はい、終わり。